はい、ジュンチャンネルのジュンでございます。本日からやってまいりましょうとは言ってもファイの交渉戦で何度かやっておりますけど、1500万目指してちょっとね企画を立てて頑張っていきたいと思います。では参りましょう、スタート。はい、ということで公園の城シリーズ1500万を目指してということで、ちょっとね追っていこうと思っております。今回のお題はこちら、デデンと覚醒ゲージに関してでございます。今回やっぱり皆さん全員が全員覚醒ゲージ現象の不滅者のリング持っているわけでもないということなので、そこをね対処しながらまあクリアしていかなきゃいけないってなると、まあ、正直な話言っちゃいますと、1500万達成するキャラクターはまだいない。うん。いない。孫悟空レベル50であってもやっぱりきつい。で、今の段階で目指していくっていうのはやっぱりこの相当ランク6を取る。つまり1000万。まず1000万を、現状のキャラクターたちでやっていこうというふうに思っていると思います。まあ、ぶっちゃけ、このファイが必要性を感じている人といない人で、この公園の城に関して、まあ、そこまでね、熱くなる必要性もないって言ったらないんですが、前回のミリアやギリズスっていうのはもうアリーナでも、そして、PV でもかなり活躍してるんで、そっちの方はね、確実に取っていきたいところでありますが、このファイに関しては今のところもう絶対的に必要性なキャラクターといったら、ちょっと違うかなという感じもしますんで、まあね、ゆっくり攻略していくっていうのもいいかと思います。では、それを考慮した上で、私が選んだ編成はこちらになります。デデンと、孫悟空ワンバック。そして、ファイ。で、ミスト、フーエン、リナで行ってみたいと思います。まあ、ペットはなしということで、ペットはメルパロという形をちょっと取らせていただきました。まあ、前回と変わってるところは、このファイ枠ですね。ここにターラで、ちょっとね、これもね、一発目じゃないんですけど、何度かやってみたんですけど、やっぱりターラっていうのは優秀だったなっていうのがすごい思います。はい。ということで、ちょっとね、キャラ紹介として、新たに加えさせていただいたこのファイをちょっと見ていきましょう。はい。ということで、私のファイなんですけど、まあ、こちらですね。神話スキルの方見ていきましょう。一番下の行です。さらに、対象の覚醒ゲージを全て減少ということなので、神話攻撃が出たら、覚醒ゲージを全て減少。ただ一点、フェンリルとかとは違って、全員3人に与えるダメージではない。単体攻撃。これがちょっとネックにはなっている。結果から言いますと、何度も何度も相手のファイが打ってくるスキルはもう来ないです。なので、自然的にネガティブバフ解除が必要なくなる。ただ、リナを連れていくっていうことで、ネガティブバフに関しては対策はできているという形にはなっています。で、装備の方なんですけど、今現状私アリーナで使ってるフェンリルの装備をそのまま、いただいておるところがあります。まあ、この敏捷神話攻撃率 10% 上昇を2本つけてます。で、反撃をとりあえず1個だけつけて、もう一つは、ヒットポイントつけた形ですね。はっきり言って、反撃しまくってもらっても結構邪魔な時があるんですよ。なので、まあ出ればいいかなと。しかも1回出たら全部減少してくれるんで、たまに出て単体攻撃してくれれば十分と。で、もう一つはこちら、通常攻撃率 100% の確率で敵のポジティブバフ解除ということで、これが第3ステージ、そして第1ステージの鳥さんの、バフを剥がす、そして第3ステージではベリカがまあ自分たちの攻撃力や魔法力をアップした時にちょこっと役に立ちますんでね、こちらをちょっと付けさせていただいております。まあちょっと装備がね、もうだいぶ他の方にねモリモリしたんでないんですが、まあクリ率アップ、まあこれオーケーでもいいかなと思ったけど、オーケーの PV がないのでこちらを付けさせていただいており、でスキルダメージが上昇、まあスキルファイ使うことはほとんどないんですけど、うん。で、テラオが防衛戦で攻撃力魔法力上昇ということで、この全てのスキルダメージ必要ないなよくよく考えてみたら
できることだったらこれ固定ダメージアップですね。間違いで僕これ使ってましたね。はい、これ固定ダメージアップと考えてください。で、使用スキルというのは、まあ、固定ダメージは入るけど、あ、もう固定ダメージも、このバフ減3ターンを使うぐらいですね。そのベリカの魔法力アップとかで。4ターン減少させる封炎がいますんで、そのセットで7ターン分。減少させるという行動が使えるのでこのパイをね選択してみました。あとはちょっとね長い9分の工場戦を早速ですがやってまいりましょう。はい、ではやっていきますか。ですね、ここもまた前回と一緒ですよ。失敗したらやり直し。このファイが神話攻撃打ってくれて、上の鳥、そして下の鳥に神話攻撃が入ることによって、僕のポジティブバフ解除のリングで、複数免疫剥がすことができます。そこが出るまではひたすらやり直し。これ来て、ベリカの魔法力とかあってもやり直し。だから今のこの展開が望ましい。なので、封炎の一発とミストの一発で潰しにかかるという形ですね。はい。行きましょう。本当はね、ここも、もうちょい、ファイがレベル上がったらミスト外してやってみたいところですけどね。はい。で、運よく攻撃力、魔法力アップがしてこないので、このまんま行きましょう。ファイが動いて、孫悟空、お願いいたします。ワンパンちょっとできないね。おー、ラッキーラッキーラッキー。魔法力アップしてこなかったね。じゃあ、封炎行きましょうか。封炎行って、まあ、ベリカをね、潰しに入りましょう。ここで潰せると嬉しいね。うん。ドカンと、オッケー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 。よし。で、レイチェルの、レイチェルじゃないね。レイチェルを、孫悟空の下で一気に潰しまくりましょうと。で、上のスキルが届かないし、リナーがちょっともうね、ダメージ結構食らってるんで、回復していきましょうね。うん。そして、まあ、孫悟空の上のスキルで、辛抱層を剥がすという形を取りましょう。いいですね。タイムも結構早いですよ、これで。うん。やっぱり、2分が目安になるんでしょうかね。最短的には、2分ぐらいでいけたらいいなという形で。すごい、1分53。この編成でこれよっていうのは、なかなか早いですね。なかなか早い。そしたら、相手の出方をまあ見ながらですけど、孫悟空下行きましょうか。孫悟空下行きましょうか。で、まずは、パイにダメージを与えていくと。単体攻撃がこちらに入ると。そして、まあ、リナの回復というか体力状況ですね。覚醒行くか、回復か。ここは回復取りましょうか。ちょっとね、回復取っとこうか。こっから、ターラがいる、いないの差が、ちょっと如実に出てきますんでね、皆さんね。ここで、ポジバフを解除していくことが、単体のファイの通常攻撃のリングでしかできない。そうなると、封炎の下とミストの下、もしくはファイの下で、単性のバフ減で減らしていくっていう作業が行われるんですが、これがですね、火力がすごい強くなってる間、いかに耐えれるかっていう勝負なんですよ。あ、ただ来ましたね、来ました、来ました。一度は、この、リナの覚醒スキルで解除することができます。うわ、今リナ下使っちゃった。大失敗だね。もったいなかった。一回コマンドミスだね、これ。一回孫悟空挟めたね、これ。もったいなかった。うん。あのバフ減で、とりあえず一回はカバーできる。一回はすぐに解除できるんで、だいたいこれね、9分までの間に、3分までに入った人だと、だいたいこのベリカが魔法力攻撃力アップっていうのは3回です。3回打ってくると覚悟しておいてください。はい。もしかしたら5分以降にこの第3聖剣入った場合だと、2回とか、ちょっと回数が変わってくるんじゃないかななんて思います。そしたらもう孫悟空ですね、下のスキルでどんどん攻撃していきましょう。覚醒スキルはまだ1回しか使っておりませんね。うん。まあもう、ほぼファイが動くと。まあレイチェルのフレームドライブっていうので単体攻撃してきた時はまあ出ないんですけど、それ以外は大体動くね。
キルとスキルの間ぐらいで、ちょっとその辺もね確認しながら行きます。はい、まあこういう時ですね、このフレッドラのあった後に挟んでさすがに来ないとは思うんだけどね。うん、反撃は出たけどね、一応ミストが。うん、あっちゃーん、あれ今レイチェルに当たったな。ちょっと待ってよ、レイチェルにも当たったな。うん、オッケー。なんだろうなそれ。まあいいや、気にするな。これ冒頭してたらね、いきなりやられちゃう可能性あるわね。そろそろ攻撃力魔法力アップしてくるような気がするんでね、注意してこないと。だいたい2分半間隔ぐらい、あ、来ましたね来ましたねどうしようかね。ちょっと複数名義打って相手が攻撃してきます、で僕らのファイで反撃して、あのポジバフ解除、まずこれでファイで消しました。そうすると残り2回で、まあさすがに次の攻撃が痛いからね、回復。ラッキーラッキー、フレドラだったらここ解除したいね。うん、残りベリカが3ターンだったら、うん、ここで解除して終わる。うわー、結構いいつなぎでね、いけたなこれ。うん、いいつなぎでいけました。あと1回多分来る、6分までに削ったから多分次7分半ぐらいのすごいやらしい時ぐらいに来るかな、きっと。いや、だめ。でも、なかなか反撃に転じられないね。こっから体勢立て直すのに。やっぱりリナンがね、すごい厳しいね。よいしょ。装填装備も作ったんだけどな。やっぱり厳しいね。うん。おう。おう、危ない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 。ちょっとここわざと複数免疫挟んで行くしかないね。フレームドライブどっかに飛んでくれたら一番ラッキーなんだけど、全体攻撃に来たらもう、わあ、あ、危ない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 、笛に行ってくれた。危ない危ない危ない、助かりましたねこれ。いや、まあ一応復活リングつけてるけど、なるべく倒れないように行かないと、いつ倒れちゃうか分かんないんで。さあ行こう。まだ覚醒スキルが全部打ち切れてないね。あと一発だと思うんだけどね。ここら辺で軽くアップしてきたら、うわ、来やがったな。ここで来るか、ここで来るか。一回またネガティブバフでちょっと複数免疫ハロ貼って、カイザー、まずレイチェルを免疫剥がすね。ポジバフで剥がして、あとはクエン、ジョン、ジョン、ジョンと、あと2人で、これでファイも剥がせると。うわー厳しいなこれ。次ベリカがダメージ攻撃打ってくると前提で回復しよう。もうそうじゃないと。あー、フレイクマが、まあ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 、フレイクマだったらいいわ。孫悟空使っちゃうか、もう、こうなりゃいいや。あ、そっか、これ、ポジバフが、ベリカに乗ってるから、いっちゃうのか、攻撃力高いってことで。そっか、失敗したな。剥がしゃよかった。あ、でもこれで剥がせると。ただもう、瀕死の状況ですね。ファイもやられそう。あー、もたもたしてる間に8分半、うん、私の喉の方まで枯れてきちゃってるね、ちょっと。あー、きっちいな。でも回復しないとどうにもならないね。あー、必要なかったな今のも。もうファイなんかね、ゲージ現象いらないもんね、あんだけ低くなったらね。そっかー、失敗した。これもう2発打てたね。ここで撃って、上のスキルでも多分、もう一発撃ってたら、もしかしたら1000万超えできたかな。きっと。僕の完全なスキル回しの、ミスですね。おっと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 。
はい、ということでここでストップさせておきます。まあこれもしかしたらうまくいったら1000万超えはできるような編成なのかと思われます。はい、ということでやってまいりましたけど、まあファイの覚醒反撃っていうのは効くは効くよね。ただこのポジバフ要因として一応単独突破で頑張ってはもらってるんですけど、それを対応するのはやっぱ難しいかね。立て直すのがすごい難しい。で、ベリカの、攻撃力魔法力アップ、おそらく3回だと思います。例えば、立て続けに1回使った後、すぐにまた使ってくるっていうケースは、今まで何度もやっていますけど、それはないんで、感覚があると思います。例えば、ベリカの魔法力アップした、そっからスキルを何回回した後にやってくるっていうパターン。これちょっとね、編集の時にね、何回か数えて、ちょっと文字で、僕今喋ってるところに書き起こししておきます。はい。それちょっと、それもね、僕も気になるところなんで、ちょっとね、書いておいておきます。はい。そして、まあ、メルパロね。星6で言って、やっぱ火力は望めるんですけど、やっぱりね、ターラの 120% アップを外してファイ。ファイは特に恩恵があるわけではないって考えると結構火力が落ちるっていうのは実感していきます。とやっぱりダーラのポジバフ解除1回使えるっていうのは相当でかいなっていうのは感じますよね。なので皆さん、まあ逆に言わせてもらうと、よくよく考えてみたら1000万いくんだったらもう覚醒ゲージ溜まってもいいっていうイメージで行くんだったら、もうターラをやっぱファインとこ入れちゃって突っ込んで1000万まで到達するっていうやり方が一番いいのかな。もしかしたら相当だけを狙うんだったらね。まあ今回ちょっとゲージという形でね、題目お題を置かせてもらってゲームやったのでこの編成させていただいたんですけど、もしかしたらねこれね、やっぱりねターラ入れて普通にゲージ関係なく相当6のために1000万狙っていくっていう方が安定ですね、きっとね。結果的にね、いけるような気がするんだよな。僕結局ターラを使ってるのは2回ぐらいだと思うんですよ。でも1000万超えてるところでもう覚醒ゲージが満タンになっちゃったよっていうようなプレイは確かなかったような気がするな。はい、ということで、まあ今回は一応覚醒ゲージをお題目に挙げましたので、ファイを使ってねちょっと向上戦やらせていただきました。次回は一体どんなお題目でやっていこうか、まあもし皆さんね、なんかこういうのやってくれって言ったら、コメント欄に残しておいておいてください。そしたらそれ試してみます。はい、ということで今日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。